こんにちは。年末も差し迫ってきました。もう仕事納めは昨日だったんですけど、今日はちょっと昼過ぎまで仕事にちょっと行って、今午後こうやってあの YBJC を連射しています。サーキットも忙しすぎて、あの自転車も1ヶ月以上乗ってないんですよね。 YBJC も全然乗ってなくて、で、まあ、汚れたままちょっともう放置してるような状態だったんで、ようやくさすがに洗わなきゃと思って洗い始めてます。これ奥にちょっと見えますかね。この最近このメンテナンススタンド買ったんですよね、あの Amazon で。だいたい6000円7000円前後ぐらいだったかな。なんかいろんなの出てるんですけど、あのすごい洗車しやすいそうなんで、あの YouTuber さんの動画見て、あっといいなと思って買ってみて、今初めて試してます。確かにあの両輪とも外せるし、こういう風にあの自由に向きも変えれるんで、結構あの洗車とかメンテナンスとかしやすそうですね。はい、それじゃあちょっと洗っていきます。大掃除している方もいっぱいいるんですかね。自転車現れましたか。いや、最近すごい寒いし、あのなかなか洗車するにもちょっと大変な季節になっちゃって、はい、本当に前回乗りに行ってそのままずっと置いてたって感じですね。いや、結構なんか油汚れがついてるな。確かにもうこのスタンド、あの細かく洗いやすくていいですね。結構もうちょっと大きいから場所を取るのがちょっと難点ですけど、まあまあ安定してるし、こういう下の方とかも洗いやすいし、なかなかいいかな、いい感じですね。ブレーキパッドを交換したくて、あの購入したヨドバシカメラにあのずーっともう9月ぐらいに注文して、あのブレーキパッドも交換してほしいって言って頼んでるんです。結局もう9、10、11、12、もう4ヶ月音沙汰なしですね。途中1回電話してみたんですけど、その時も全然あの入荷の目とか立ってないって。ちょっとあの自転車のパーツの供給不足がちょっと深刻やし、いやいや、この特にブレーキなんてパーツ、あの安全に直結する部分なんで結構問題ですよね。いつになったら、今ちょっとサードパーティー製のブレーキパッド一応つけてますけど、自分でつけたんであんまりいい感じになかなか調整が難しくて、早くちょっとプロの方にお願いしたいなと思うんですけど、なかなかほんまにいつ来るのか。島野さんの供給体制なんとかしてほしいなと思っちゃうんですけど、よいしょ、お内側まで洗えていい感じ、よし。お、この方向を変えれるのはなかなかいいですね。一応このスタンドの30キロまで車体あの耐えられるそうです。YPJC 自体は約20キロ弱なんで問題なくいけますね。よいしょ、今年は皆さんどんな1年だったんでしょうね。相変わらず、まあ、去年に比べたらあのコロナもどんな感じに付き合っていけばいいかっていうのが、まあ、分かってきた1年だったんでしょうけど、それでも
なかなかね収束するまでいかないし、うん、自転車の乗り方も考えながらっていう日がやっぱり今年1年も続いて乗ってたって感じですね。まあ、とはいえあのそんな中でも自分的には例えばあの淡路島一周もあの達成できましたし、まあ、あれが一番この今年1年では思い出に残ってますね。うん、初めて150キロっていう長さのロングライド走りましたし、まあ、E バイクだからまあ坂とかはね、まあ、いけるけど、ロングライドということになるとバッテリーの管理をしながら行かないといけないんで、なかなか難しいあのロングライドでしたね。でもまあ無事一周することができて非常に思い出深く楽しいロングライドだったなと思います。そうそう、まあこの目の前にあるジムニー買ったおかげでそういうロングライドができるようになったっていうのが大きいですね。ちょっと今の装備だとあの YPJEC1 台しか乗せることができないんですけど、またちょっと工夫して2台の滑れるようになったらいいなと思うし、パナレーサーのグラベルキング SS に変えたんですけど、このタイヤもすごく走りやすくってとても気に入ってます。名前の通りグラベルロード、グラベルの道も難なく行けますし、もちろん普通の舗装路も快適に走ることができますし、結構お気に入りのタイヤになってます。仕上げにこのワコーズのフォーミングマルチクリーナーを使います。次に今ここにあのレックマウントつけてて、ここにあのスマホホルダーつけてるんですけど、最近ちょっとレックマウントでここのステムキャップ、トップキャップっていうのかな、トップキャップにつけるホルダーを買い直したんで、こっちにちょっと移設しようかなと今ちょっと思います。とりあえずこんなぐらいで、今このマウント、ライトつけてるマウント1個なんですけど、このアダプター付け替えて2つ付けれるようにしたいと思います。よいしょ、とりあえずこれで2つ付けれるようになりました。とりあえずこっちライトつけて、もう1個こっちにも同じようにアダプター付けて補助ライトつけるとか、あと GoPro ですね、 GoPro つけたりもできるんで、ちょっとまた考えたいなと思います。この上はね、まあ、とりあえずは今スマホ2つつけれるようになってるけど、まあ、ちょっと予備で置いときます。ということで今年の動画はこれが最後になります。今年もたくさんの方にあの登録し、チャンネル登録していただきましたし、あのたくさん見ていただきまして、あのとても嬉しく思います。ありがとうございました。今回の動画が面白かった、少しでも役に立ったという方は、よろしければチャンネル登録といいね評価よろしくお願いします。それでは来年の動画でもお会いしましょう。さようなら。